まあ、どうも、結果です。今回はですね、ネトラボさんというね、まあ、ウェブのメディアがあるんですけど、そこであなたが一番好きな大乱闘スマッシュブラザーズシリーズのファイターはというアンケートを取ってまして、まあ、そのアンケートの結果が出たんでね、まあ、言ってしまえばスマブラ SP の人気キャラランキングが出たんで、それを軽く見ていこうかなと思います。一応集計期間が12月3日から12月10日まで、一番最後のアップデが終わってから1週間の期間でアンケートを取られてますと。で、今回のアンケートに入った票数なんですけど、合計で 47,032 票ありまして、まあ、今のスマブラの一応のプレイ人口というか、プレイしてきた人たちの人口は1080万を超えてるんで、投票した人数の割合、スマブラ SP やった人の中で何人が投票したのかっていうと 0.4% ちょっとしか投票してないんですけど、まあ、票数自体はね、4万なんぼっていうね、まあ、そこそこ大きな数が入ってるんで、まあある程度はランキングとしてね、ちゃんと見れるものかなと思います。早速ね、まあ、まず上位のファイターから見ていきたいと思うんですけど、まあ1位、まあ、だよねって感じ、ホムラ&ヒカリ。まあそらそうだよね。まあ普通にゼノブレードシリーズっていうか結構人気な作品で来てて、そっからスマブラ SP に参戦で、まあデザインもめちゃくちゃ可愛いし、そもそも2キャラ使えるし、ってかあのポケモントレーナーはポケモンそれぞれ1枠ずつの枠になってて、ホムラ&ヒカリは一応2キャラで1枠になってるんで、まあ実質2倍の票もらえるっていうのもあるけど、可愛くて強いと、そら人気出るわ、こら。こいつらだけね、なんかこう顔面偏差値が圧倒的に高いじゃん、この中で。そらね、1位になるわ。票数的には2776票、一応パーセンテージ的には 5.9%。 スマブラね、約90キャラ、今回のランキング一応88位まであるから、まあ88キャラに 100% が割り振られてるから、そのうちの 5.9% って考えるとね、かなりでかいよ。そっからしたら、まあ15位ぐらいまで一応バーっと行っていくと、ホムラ&ヒカリ、カービィ、ジョーカー、ソラ、ベレトベレス、ガノンドロフ、メンメン、勇者、クラウド、セフィロス、テリー、リンク、ネス、キングクルール、キャプテンファルコンっていう感じになってます。これがまあ上位15位だね。うん、ねえ、スマブラってさ、ニンテンドーオールスターズじゃなかったの？もうさ、これさ、他社キャラにさ占領されてんじゃん。スマブラ SP 完全に他社キャラに占領されてんじゃん、これね。上位キャラさ、ニンテンドーキャラ少なくないか？どうなってんのよ。まあ、ただ意外なのは、まあ、カービィとかは普通にね、作品も超人気だし、結構歴史の長い作品だし、まあ、デザインもめちゃくちゃ可愛いからね、結構エンジョイユーザーとかからの人気が出るのもわかるんだけど、結構意外なのがガノンドロフだよね。ガノンドロフ6位で1518票集まってんのよ。お前、あのおっさんそんな人気なの？みたいな。え、みんなゼルダガチ勢すぎてラスボスのガロンが好きとかいうやつらなの？それともただこいつのパワーに魅力されたやつらなの？この1500票は。マジ？え、この羅列の中にさ、ガノンドロフ6位に入ってくるん？大体さ、このデザインが可愛いかっこいい系のやつらの中にさ、もしくは性能がめちゃくちゃ使いやすいとか強い系のやつらの中にガロンドロフよ。どうしたお前。ちなみに他の DLC キャラも一応軽く見ていくと、カズヤが18位で644票を集めてる、まあ、およそ 1.4% だね。ちなみにカズヤの1個上にルキナが647票で入ってます。他にもパックンフラワーもね、なんか最初、いやこいついらねえだろみたいなこう雰囲気もちょっとあったキャラではあるけど、24位なんだよね。そこそこなんだかんだ人気ある。24位は十分上位だからね。ちなみにマルス王子は35位、491票しか入ってない。まあ35位はまあ中堅ぐらいか。で、めちゃくちゃ参戦が望まれてましたよとかいうバンジョー&カズーイ、こいつ39位で461票。え、どうなんだろうね。このネトラボさんのアンケートを見たそのバンカツ世代が、まあ、500人程度しかいなかったのか、そもそもバンカツがもう他のキャラに人気を奪われてしまったのか、どうなんだろうな。お前さ、もっと人気なキャラだと思ってたよ俺は。ちなみにこれ絶対ゴチャンのやつらが入れたろうって思ってるのがあるんだけど、剣術ミーファイター、こいつが48位で371票。これ絶対
対5ちゃんのやつらつかネットの人たちが入れただろ。剣術ミーがさ、そんな中堅に来るか、人気キャラランキングで。嘘だろ。剣術ミーファイターよりさ、下に来たやつら不名誉すぎるだろう。ちなみにもう参戦当時めちゃくちゃ話題になったスティーブ&アレックス、マインクラフトのキャラクターだね。こいつらは302票で55位、まあ、ちょっと下の方かな、まあ、中堅下位ぐらいの。マジ？そんなさ、世界一売れたゲームがこんなランキングでいいんですか？ねえ、どうなの？マイクラもっと上に行くと思ったんだけどな。普通にさ、なんかマイクラ自体がすんごい人気なゲームだからもっと上に行くかと思いきや、みんなキャラにそんな興味はないのかな。まあ、俺もスマブラで初めてスティーブ・アレックスっていうキャラクター名を知ったからな。あれ、名前あったんだあいつらみたいな。ちなみに剣術ミーは結構高かったけど、射撃ミーと格闘ミーは、射撃ミー80位で格闘ミー83位で、まあ、2体とも一応ワースト10には入るぐらいのあれではある。てかもう格ミーとシャギミーに入れる人いるんだねって俺びっくりしたけどね。こいつらに今日入れるやつおるんやみたいな。剣術ミーはちょっとね、ネットでこうネタになってるから入れられるの分かるんだけど、シャギミーと格ミーに入れるの不思議だわ。ちょっとね、まあ、他のキャラよりも好きっていう人がいても全然おかしくないし、コスチュームもあるから、まあ、それで好きっていう人がいるのかもしれないけど、割と他のキャラにの方に入れちゃいがちなんじゃないのって俺は思ってたよ。ちなみにワースト3一応発表すると、ワースト3下から3番目は不思議そう105票、その1個下ゼニガメ102票、そして最下位なんとディディコング100票。でも最下位でも100票も入ってるからね、すごいよね。88キャラいてその一番下にいても100票も100人も票入れてくれてんのよ。しかもディディコングってなんかそんなさ、こうかっこいいとかかわいいみたいなキャラじゃないし、こうキャラクター性のね強いゲームでもないから、あんまりね票を集めづらいゲームだと思うんだけど、そもそもが。これでも100票も入るってやっぱすごいよね。ブランド力というかゲームの人気がやっぱ強すぎて、ディディコングにすらも100票も入ってしまうっていうあれなんだろうな。素晴らしいよ。多分0票いなかったんだよねこのゲーム。素晴らしいゲームだ。ちなみにポケトレ3体、リザートン184票、不思議そう105票、ゼニガメ102票、合計で391票なんだけど、3体集めてギリギリ剣術ミーの371票よりちょっとだけ上っていうね。ギリギリね。嘘でしょ、剣術ミー。お前ら絶対そんな好きじゃないだろ。